おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。今回はこちらですね。7月の18日にいただいたコースです。多分制作者さんからいただいたコースではないですね。で、コーダさんがどうもクリアされてるみたいなんで、もしかしたら既視感がある場合もあるかもしれません。よろしくお願いします。で、最後のところね、俺すごい練習したんだけど、最後多分やり方違うんじゃないかな。で、どうやってクリアするかが分かんなかったんで、後でコーダさんの動画ちょっと見てみようかな。もしかしたらあるかもしれないもんね、クリア動画。俺が見つけれてないだけで。じゃあ早速やっていきましょうか。おばっしょい、くるん。1、2の、サンガリアー。普通にね、難しいコースです。くるんして、くるんして、スピンして、飛んで、一回ヒップ入れてキャンセルして、くるんくるんくるんで死にたくない、オッケー。入ります。いいね。2回目でここまで来れるのはいいね。練習した甲斐があったね。よいしょ。倒して、うわあ危ねえ。うわ届け、うわ届かなかった。よし、オッケー。はい。はい。ふわあっぶね、今死んだと思った。ちょっとミスった。ほっ。下じゃん、オッケー。ほい。はい、ほい。よっしょ、よいしょい。オッケー。ほい。はい。届いた。あぶねえ、これ時間ギリギリなのかな。そこだけはね、未だに分かりかねてる。自分も。部分的に練習はするけど、まとめて練習はしない。いいしないからね。いい死んだと思った、今。落ち着いて踏んで、来る。オッケー。ここ難しいよね。オッケー。俺、下ヒップ、何しゃがみ来るん苦手なんだよね。ほっ。これ、行き過ぎ注意、あぶねえ。危ねえ。今、噛みった。リアクションスピードが噛みったと思うわ。え、ここも難しいよね。この次のピースイッチエリア。あ、今見えたピースイッチエリアからがやたら難しいよね。ほっ。あ、うわ、うわ。俺、ここすごい嫌いなんだよな。三段ジャンプ俺嫌いなんだよね。当たる、怖え。で、ここ超集中。オッケー。あぶねえ。で、こっからも難しいんだよなぁ。くるん。オッケー。ここは別に三段、ジャンプとかじゃなくて、本当に下ネタ。何今の本当にミス。本当に下ネタ痛い。久々に来たー。ほっ。オッケー。集中集中。くるん。オッケー。落ち着いて、くるん。せやしょ。ふっ。オッケー。おっぶねえ。変な声出た。なんだっけ次。あ、これか。ちょっと伝えすぎじゃないお兄さん。あ、でも時間余裕あるんだな。かなり時間余裕あるんですね。ほっ。いけるかな。なんで持っちゃったの。俺こうなるともうやり方わかんないんすよ。なんかね、よくわかんないんだよね。これダメなんすよね。よし、来たー、やっと来たー。久しぶりに来たぜ。うわーし。さあ、気合を入れ直そう。
よし、行くぞ。ふぅ。トゲ、よーし、来た、勝った。お疲れい。しゃあ。いやーここ一発、いや二発目か。まあ実質このくるんくるんくるんを一回で決めれたの大きかったな。ここずっと練習してたんですよね。おお、ほぼベストタイムじゃん。やった、頑張ったな俺。さあ行きましょう。この新技はね本当にすごい。あーもう多分新技ではないんだろうけど、でもねこれは本当にすごいよ。本当にすごい、感動したもん。俺は知らなくて、この方も知らなくて。あでも本当ね、これはあれかも、新技かもしれない。でもこれはすごい。これすごくない？あ、ミスった。何が起きたかっていうと、メット取られたでしょ？でも踏むじゃん。踏むことで、延長されてんの。飛行時間が。これすごいよな。時間延長ってすごいよね。これ。あ、降りちゃった。降りちゃダメなんだよ。この発見はあかんやつだぞ。またなんか新しい難しいスピランが生まれそう、これで。あー、届かなかった。さっきのコースより難しいよ、こっちのコースの方が。ギミック難易度的にはね。届け、よし、届いた。めっちゃ難しい、なにこれ。そして世紀の大発見だよ。まあ尻尾なんで、マリオ3じゃないですか。だからマリオ3のスピランってそんなに難しくできないと思うんで、あれですけど、これもまた新しいスピランが生まれそうだな。難易度高くなりそうだな。マジで？なんか嫌な予感すんな。8月の4日にいただいたコースです。一旦遊んでヤバそうだったら中見てきます。あまりに時間かかる系だとやばいんだけど。あ、投げんのか。いや、ちょ、よくわかんない、よくわかんない。適当やつ。適当。なんで、はい？天才かな？これショートカットできるじゃん。わっと、危ねえ、入れた。でもそっか、ここでクッパとの勝負なのか。ここは近距離戦じゃダメだよな。クッパファイヤーがあるからな。まあ最悪、お、倒した、オッケー。ほっ、正規ルートゴールはこの次の動画でやります。キャノンキャニオンかな。わかんなかった。多分そうだと思うけど、キャニオンってこういうスペルなのかな。おお、タラちゃん、結構難しいな。そろそろもみあげの歌はいいか。あ、これあれなんだね。中間で撮った方が、これが正規だね。一回死ぬ前提だ。うねえ。ドン。リバイヘイチョウに似ている。もみあげた。むずいな、おい。よいしょ。二回打ち上げて。オッケー。あー、これまずい。ちょっと遅かったよね。うわ、噛みたな。たたたらたた。よしな、船生きてた。ちょっと、マッチョ！オッケー。
筋肉大事。あ、これ、これ赤いやつや。え？嘘でしょ？時間に余裕あんのに？何このクリア率は。7月、8月の4日にいただいたコースです。これサクッとやって終わるつもりだったのに。おかしいよね、このプレイ所数、クリア率。あ、これダメだ。これ赤いやつや。なんか嫌な予感するな。なんだ？よいしょ。OK。はい、はい。三段ジャンプ。OK。アイスピン。OK。アイスピン OK。クレーン！そういうことか。クリア率がちょっと納得いかないんだよな。ミスリードスピランかと思ったらミスリードでもないし。ちょっとよくわかんないな。ミユ2台あればね、かさ増しできるからね。死亡数とかさ。あーだ。よいしょ。地味に難しい。あーしょ。よいしょ。まあだってもうそこにゴールあるもん。はい、神った。うん。あれクリア率が納得いかない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。